皆さん、こんにちは。意識高い系中島ラジオへようこそ。今日はですね、レッドブルのコンテストに出場されている、大学生3人組が来てくれました、チームジンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3人の登場はですね、実は初めてなんですけど、じゃあ早速、お一人ずつ、自己紹介の方をお願いしたいと思います。じゃあ、カイトさんからお願いします。はい、東海大学工学部建築学科1年生の野口海人と申します。趣味でサーフィンをやってて、いろいろなことに挑戦するのが好きなんで、この機会を通して、いろんなことができたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いて飯縫さん、お願いします。はい、順天堂大学国際教養学部1年の飯縫沙織です。私は旅行とかいろんな国に行ったりして、いろんなものを見たりするのが好きです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後、リサさん、お願いします。はい、明治学院大学国際学部1年のエバンズ、リサです。趣味は、映画鑑賞とか音楽聴くことが好きで、まあ、新しい挑戦をしたりすることも好きなので、まあ、今回の活動頑張りたいと思ってます。お願いします。はい、皆さんありがとうございます。じゃあですね、早速なんですけど、このラジオを聴いてる方で、おそらくこのコンテストを知ってる方まだまだ少ないと思うので、皆さんが今出場されてるコンテストがどういうものなのかっていうのをちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。どなたでもいいので。じゃあ、はい、代表して説明させていただきます。一応、レッドブル主催の Can You Make It という学生限定のイベントなんですけど、各国から代表5名が出場できて、で、出場できたチームはヨーロッパの各地点、スタート地点からこうベルリンを目指して、レッドブル24本だけで食事、宿泊、移動などをするというものなんですけど、うんうん、そのお金とか携帯とか一切持っていけないっていうものです。すごいな。携帯もダメなんですか？ダメですね。すごいな。それ、もう、俺死ぬわ、絶対。どうやってやるのか全くわからないんですけど。なるほどね。というわけで、そういうレッドブルの Can You Make It っていうコンテストに出られている3人、チームジンの方に来てもらいました。じゃあですね、そもそもなんですけど、はい、じゃあですね、カイトさんはこのコンテストを何で知ったんですかね？もともともう本当に何も知らなかったんですけど、うん、サーフィンの知り合いで、レッドブルガールの子がいるんですけど、はいはいはい、その子からなんか夜電話かかってきて、うん、そういうイベントがあるから参加しないかっていうお誘いをまず受けたのがその出会いで、うんうん、そうですね、最初はもう結構軽い気持ちで、え、マジか、やっちゃおうかなっていう、本当になんかノリみたいな感じで、ね、はいはいはい、はい、挑戦 してみました。参加しました。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、リサさんに聞きたいんですけど、はい、今チーム名がジンっていう風に聞いてて、でテキーラのジンさんって人がいるのかなと思って、はい、3方の名前見たんですけど、ジン誰もいらん、おらんやってなってジンの由来っていうのは何なんですかね？はい、ジンの由来っていうのが、最初なんかこうチームを決めるときに結構みんなで悩んでて、うん、で、まあ、やっぱり日本っぽい名前がいいっていうのと、やっぱり意味が込められてる名前がいいなっていうので、ジンを選んだんですけど、ジンの意味にはなんか思いやりとか、うん、あとは他者へのに愛情を及ぼすとか、そういう意味があるので、日本の精神みたいなものをこう込めてジンっていう名前にしました。いや、めちゃめちゃいい名前ですね。それはすごい勝手に感心してしまいました。ありがとうございますありがとうございます、はい、ありがとうございます。いえいえいえ。じゃあですね、そのままコンテストは、日本から何チーム、選ばれるんでしたっけ？5チームですね。なるほどなるほど。ちなみに何でしょう、今全体でどれくらいの数がエントリーしてるとかってあるんですかね？日本だとだいたい180組エントリーしてます。すごい。じゃあめちゃめちゃ倍率高いしですよね。そうなんだ。はい、ちなみにその何でしょう、その5チームっていうのはどういう方式で選ばれるんですかね？まず最初に投票数だけで上位45名に絞られるんですけど、うん、そっからレッドブルの方で動画とかどういう活動してるのとかチーム内容を見られて5名が決まるっていう感じです、うん、なるほど。じゃあ今すごい票をゲットすることが今すごい重要なわけなんですね。はい、なるほどなるほど、分かりました。
ちなみになんですけど、まあ、今そのすごいみんなにあの応援よろしくお願いしますみたいな活動をしてると思うんですけど、ズバリそのチームジンとしてはどういったところで自分たちを応援してほしいみたいなアピールポイントとかって何かありますかね。私たち3人はこう他のチームに比べて何かに挑戦するした経験があるのが多分少ないと思うんですけど、うん、アピールポイントとしてはこれから自分たちの殻を破るために大きな一歩としていければなと思っていて、うんうんうん、私たち英語喋れる人が少なくて、私も全然英語が苦手なんですけど、ね、はいはいはい、他のチームはやっぱり英語がもう喋れるチーム3人みたいな感じなんですけど、もしそういうのができなくても自信なくても私たちは成し遂げられるんだよっていうのを証明したいです、うんうんうん、なるほどね。そっか、じゃあ今特に挑戦とかあんまりしたことないし、はい、英語も喋れるわけじゃないんだけど、そういう私たちが挑戦していく姿をぜひ応援してほしいみたいな感じなんですね。はい、なるほどなるほど。コンテストね、結構150近く出てる中でトップ5に残るってだいぶ難しいですもんね。いや、だいぶ難しいですね今なんでしょう、結構なんでしょう、街中に出てあの応援お願いしますみたいな活動とかインスタとかで発信とかしてるんですかね。そうですね、インスタの方で今友達にまず拡散して、うん、その友達から友達につなげていったりとか、うんうんうん、あとは旅先の人たちともつながったりとか、うん、そういう風に活動してます。なるほど。じゃあ今すごい3人で、応援してもらえるようにすごい広報活動してると思うんですけど、何でしょう、それしていく活動って今までなかなかやったことないと思うんですけど、はい、特に今大変だなって感じてることがあればちょっと教えてほしいです。今大変だなって思ってることは、うん、投票をお願いした人たちが投票してくれるわけでもないし、そうだね、うんうんうん、お願いされた人たちにとって私たちがどういう活動をしてるのかっていうのはすごい何をしてるのかなってよく分かってなかったりとかもするんで、うん、なんかやっぱり私たちがどういう思いでこの活動をしていて目的目標は何かっていうのを伝えるのがすごい難しいなと感じてます。なるほどなるほど。じゃあせっかくなんで今おっしゃってた目的だったり目標だったり、まだ最初の方だとちょっと詳しく伺えてなかったんで、ぜひそのこのコンテストを通じてチームジンが何を成し遂げたいのかっていうところをまた改めて聞いていきたいと思うんですけど、じゃああのカイトさん、はい、カイトさんに聞きたいんですけど、はい、このコンテストを通じて目標とか成し遂げたいこととかあれば聞いてみたいです。そうですね、個人的な内容だったら今この話してる時は結構ハキハキ喋ってると思うんですけど、うん、実際その知らない人とか面と向かって会ったりすると結構恥ずかしかったりして、うんうん、さっきも沙織が言ってたと思うんですけど、殻にこもっちゃってるとか、はいはいはい、殻を中にこもってしまってるから、この経験を通じてその自分がその成長していく姿が多分見れると思うんですよ、うんうんうん、挑戦いろんな挑戦をするんで、うん、やっぱそういうところには注目してもらいたいから、うん、そこは自分も変わっていきたいなって思います。なるほどね、ありがとうございます。ちなみになんですけど、ね、あの聞いていらっしゃる皆さんに伝えたいんですけど、はい、あの参加者されてる皆さんのインスタやツイッターのリンクを概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。あとですね、投票のリンクも貼ってあるんで、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。じゃあ、同じ流れでいきまして、じゃあ、さゆりさんはこのコンテストを通じて何を成し遂げたいとかありますかね。もちろんこのコンテストに出場する上で自分に自信をつけたりこう強みにしていきたいっていうのがあって、うんうんうん、あとはなんかこうやっぱり普段の生活ではできないようなことなので、うんうん、大きな挑戦に取り組んで成し遂げて自分の自信につなげたいっていうのが目標です、うん、ありがとうございます。そうですね、あと一つ戻ると、あのさっきのリサさんの話で結構お願いして、まあ、聞いてもらえなかったりとか、まあ、どうやったら投票までしてくれるのかって僕もまあ何でしょう、発信とかしててすごい悩んでるところなんですよね。その何かしら提供できるもの、ギブできるものがないと頼みづらいし、そう、うん、だからそれは何でしょうね、そうですよね、なかなか難しいなっていうのは僕もいつも感じてます、はい、じゃあですね、じゃあこの流れでいきます。最後、あのリサさん、このコンテストを通じて成し遂げたいこととかあれば聞いてみたいです。やっぱりさっき沙織も言ってたと思うんですけど、なんかジンのチームの3人はやっぱり特に目立って何か特技があるわけでもないし、スペックがあるわけでもないけれど、やっぱりこの大きな挑戦を通してできた時の達成感だったり、
まあ、できなかったらどこがいけなかったとか何が大変だったとか分かると思うし、全力でできること挑戦できる機会って、まあ、全然ないと思うので、ヨーロッパに行くことだけを目標とするんじゃなくて、はいはいはい、活動している中で自分が何をどれだけできたかっていうのを大事にしたいなって思います。ありがとうございます。そうですね、確かにその確かにヨーロッパ行くのが目標それだけじゃなくて、そうですね、その過程で自分たちがどう変われるかみたいなこともすごい確かに大事だなって今思いました。確かにね、そうはい、ありがとうございます。そっかそっか。ちなみにですね、僕の何でしょう、僕もブログを書いてて、だいたい年間100万人読んでくださってるブログを書いてるんですけど、その中でもなんかやっぱり自分の殻に閉じこもっていると、まあ世界狭まるし、全然面白くないから、ぜひ一歩踏み出そうみたいな話をしてるんですけど、何でしょうね、そういうきっかけってなかなか自分では、なんだろう、見つけにくいかもしれないんですけど、例えばこういうレッドブルのコンテストだったり、まあいろんな旅系のコンテストとか、旅じゃなくてもいろんなものがあるんで、そういうのを飛び込んでいくと、何でしょうね、そうやらざるを得ない環境になるから、頑張れるんじゃないかなっていうのも個人的に思いました。はい、はいはい、じゃあですね、最後なんですけど、このラジオを聞いてくださってる皆さんに伝えたいメッセージがあれば、お三方で話してもいいですし、一人ずつでもいいんですけど、ぜひ伝えたいメッセージを皆さんにお願いします。私たちは今それぞれの目標とか、こう自分の新たな一歩を踏み出すために頑張っているので、うん、少しでもいいなとか思っていただけたら応援してもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ次誰いきますか。じゃあカイさん。はい、じゃあ僕からやっていきます。視聴聞いてくれくださってる方々にとっては、僕たちは本当に赤の他人でもあって、うん、今回の話を聞いてちょっと興味を持ってくれた人もいると思うんで、うん、その自分たちのその挑戦後押ししてくださる、本当に助かります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後リサさん。私たちチームジンはまだチームを組んでまだ2週間しか経ってないんですけど、うん、やっぱり考えることとかもなんか全然違うし、意見も全然違かったりとかもするんですけど、成し遂げたいっていう熱い思いがあればって思ってるんで、だからその私たちを応援してくださってる方にもなんかこう諦めずにいろんなことにどんどん挑戦していってほしいなって思うので、はい、応援だけじゃなくてなんか私たちの活動によって影響されていってほしいなって思います。ありがとうございます。そうですね、今思ったんですけど、もし勝ち上がることができたら、ぜひまたこちらのラジオに出演していただいて、その勝ち上がった先でどう変わったのかとか、そういう話もしていただけたらなと思いました。はい、面白いですね。そうね、そう。というわけでですね、これ聞いてる方、この続きが聞きたいという人は、投票してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ですね、今、まあ、大体ラジオで皆さんにお話ししてもらったんですが、まだまだですね、皆さんの魅力だったりとか、チームジンの魅力伝えきれてないと思いますので、こちらの YouTube の概要欄の方に、皆さんの SNS のリンクだったり、レッドブルの投票のリンクを貼っておきましたので、ぜひ皆さんそちらから皆さんの活動の様子をチェックしたり、投票の方をしていただけると、こちらも嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いします。というわけで今日はですね、レッドブルの、Can You Make It Challenge、 レッドブルだけ持ってヨーロッパを縦断するっていうね、コンテストに出場されている、チームジンの3名に来てもらいました。チームジンさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、中島ラジオでは引き続き出演者を募集してます。これについて語りたい、あれについて語りたいとかありましたらお気軽に DM ください。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。さよなら。